えー、歌志望ってことで、夜も引っ張りのイメージも強いヒデちゃんですが、あの番組から安室さんやスピードなどのスーパースターが生まれました、安室ちゃんとの思い出などがあればお願いします安室、うん、ちゃんもすごかったですやっぱり最初から。安室奈美恵ちゃんって、あの頃はスーパーモンキーズっていうグループだったんですね、うん、まだ。安室ち,ちゃんピンというよりは、スーパーモンキーズの中の一人っていう感じでしたよね。 で僕と安室ちゃんっていうのはどっちかって言ったらき回すようなその中でで若手なんです、ね、じゃその頃の安室さんは歌がうまいとかパフォーマンスがうまいっていう方向じゃなくて単にそのかき回すす若手可愛い枠だったんですかもう初めて会った時は歌抜群に上手うま、ん、いダンス抜群にうまいただ売れてない売れてな,売れてなかったんですか引っ張れてる頃ころはそこまで売れてないんですいわゆるその安室ちゃんになっていく姿を僕は真横で見てましたから 初めて会ったときから、そこまでまだ売れてないときでも、この子は全然物が違うっていうのは分かりました売れるにしたかって、はい、だんだん偉そうになったりとかなかったんですか全くないですね。やっぱり凄まじいスケジュールだったと思いますよ。<ー>本番中も歌とうとした時がありましたもんね。歌、これ歌ってくださいみたいなのがあると、割とすんなりすぐどんなのでも歌えちゃう感じなんですかものすごい練習してたと思います、天室ちゃんも。で、歌はあの人の歌なんですね、毎回。リハーサルをしてるんですね。で、生バンドも入ってたりするんですけども、音程が違ったら、何回でも NG なんですよ。 そ,れはそんな撮り方してるんですかそう,なんですそうなんです、だからあれはあの一発 OK じゃないってことなんですね、ダンスのリハーサルがあって、歌のリハーサルがあって、で最終的に夜本番なんですよで、その本番でも歌えないと止めるんですよ、すごい時間とお金かけてやってますね、そうなんですだから最大 7NG <ー>ぐらい出したああティもいるんです。<laughs> ひでえ